ボナセーラー。どうも皆さんこんばんは、ボナセーラ古川です。今回はですね、ボナセーラ古川のヒットトークレビューということで、前までのヒットソングレビューからリニューアルして、新番組としてこのレディオパンボンズお届けしたいと思っております。でヒットトークレビューにした理由は何かと言いますと、まあ他のパンジャーメンバー見ててお分かりの通り、まあレディオパンボンズと言いつつも、まあラジオの要素ちょっと薄いなーなんて思いながら、それをちょっと常日頃考えていたんですよね。例えば智也くんであれば看板俳優のくせになんか緑区の紹介でロケだとか言って、まあ誰かそこのお店の人とやり取りしたりとか、まあ夏美に至ってはなんかほぼ映像じゃないかみたいなそういうとこもありながら、レディオパンボンズっていうんであればトークが基本なんじゃないかと、私思うわけですよ。なのでここをボナセーラ古川はあえてハードルをマックスまで上げまして、エピソードトークで皆様に笑顔をお届けしたいと、そう思いまして、今回ボナセーラ古川のヒットトークレビューを新番組としてスタートさせていただくことになりました。ただですね、これ実はちょっともう僕が勝手にやるって言って、今安倍さん無理やり呼び出して、録音していただいているので、まあ安倍 P もまだ内容ちゃんと分かってないですし、座長がなんていうかなと、もう面白くなかったら多分すぐ切り替わってまた別番組になるのか、ボナセーラ古川の番組は持たせてもらえない形になるのか、これちょっとわからないですけれども、とりあえず進めていきたいなと思います。まあまあヒットトークレビューっていうぐらいなんで、僕もそれなりにこう鉄板ネタはいくつか持ってるわけですよ。まあ、まずは今回は実際にあった、まあ、僕が一番面白かったなっていう話をさせていただければなと思っております。でまあまあいくつかそうは言ってもあるんですけども、何がいいかななんて思っていたら、ちょうど今ワールドカップ、まあこの前日曜日残念ながら負けてしまいましたけれども、まあワールドカップが今やっている時期だなっていうことで、まあボナセーラーふと思い出したんですよね。ちょうど12年前ですか、2002年、日韓ワールドカップがあったとしたんですけどね、僕ちょうど大学生でした。その時に、ワールドカップにまつわる話です。僕が大学生の時、まあちょうど大学4年生だったのかな、大学4年生だったので、まあ就職活動ももうある程度一段落ついて、まあ単位もほとんど取って、まあ、特にやることもないわけですよ。なんでやることって言ったら、本当にただ単に、まあ仲間同士集まってワイワイお酒飲んだりどっか遊びに行ったりとかしているわけですね。でまあワールドカップがあるということで、第1戦ベルギー戦が2対2で確か引き分けに終わって初の勝ち点を取った試合で、その次の日曜日にロシア戦があると。でまあ皆さんもうご存知だと思うんで先に言っておきますけど、1対0で勝った試合なんですよね。歴史的に日本代表が初めてワールドカップに勝利した日、この時の話なんですけども、この時トヨタスタジアムでパブリックビューイングがあったんですよね。この前の日曜日のコートジボワール戦もあったみたいなんですけれども、まあそれと同じようにありました。でそこにみんなで行こうとなったわけですね。で名古屋から僕の車に乗って、8人ぐらいで、もう僕の車プラドだったんですけど、ボンボロの、そんな8人パンパン乗ってみんなで行ったんですね。でその中に1人スギちゃんってやつがいるんですけど、スギちゃん、こいつが全てをやらかしたんですけれども、スギちゃんっていうのは僕とまあ年が1個下なんですけれども、とにかくお調子も、僕なんかよりも全然お調子もんで面白い、もう面白い、とにかく面白いことをやりたいタイプで、その年ちょうどあの M1 グランプリが第1回目だったんです。中川家が優勝した年だったんですけど、そいつまたもう一人の連れと一緒に M1 の予選第1回戦出たんですね。はい、だけど薬ともされずに1回戦落ちるという、まあでもそれも自分の勲章としてるようなやつなんですけども、スギちゃんもその中にいました。まあイメージしてもらえるのは痩せた熊田正史、坊主というかちょっと薄めみたいな、はい、だから痩せた熊田正史をちょっと思い出していただければいいかと思います。で名古屋からずっとトヨタに行こうとすると、国道1号3、153号線をずっと南下していくんですかね。西の方に行く。あ、東の方にですね。東の方に行くんですけれども、三好ぐらいで大渋滞になったんですよ。大渋滞。いや、ね、なんでこんな渋滞になってんだろうって、当然みんなトヨタスタジアムに向かってんですよ、名古屋から。で、もうみんな車の中みんな青いユニフォーム着て、僕も当時その時はもう稲本のユニフォーム着てましたし、スギちゃんは柳沢の13番背負ってましたね。で、みんな青い服着て、
でもプープーとかっつってもう大大騒ぎになってるんですよ。もう名古屋に行く方のは空いてるんですけれども、そのトヨタに行く方の1号さんっていうのはもう大渋滞で大変なことだったんですね。そしたらスギちゃんそこでプッププップなってるって、その箱乗りで日本航路を走り始めたやつがいたもんだからそれに触発されまして、スギちゃん僕の車から一人飛び降りて、で中央分離帯の一番高いところ登ってみんなに日本日本って先導を始めたんですよね、はい、でまあまた調子乗っとるわと思いながらも、俺らもその友達ですから日本日本ってやってたんですよね、はい、でスギちゃんもう有頂天になってたんですよね、はい、でそしたらたまたま我々の車の前にブラジル人とおぼしき一行が車に乗って一台いて、でお前面白いなみたいな感じでスギちゃんと意気投合し始めて、はいはい、もう、ね、ブラジル人も二人ぐらいと一緒に日本航路し始めたんですね、はいはい、でうわー盛り上がっとるわーってなったら、ちょうど車が動いたんですよ動いちゃった動いちゃった、はい、で車が流れたぞってなって、うん、で我々もちょっと面白いなと思ったもんでスギちゃん巻いたねと思ってそのまま車を乗せずに行ったら行ったんですよ。そしたらスギちゃんおいおいってなってたんですけど、うん、そしたらスギちゃんのその意気投合したブラジル人が、はい、よしこっちに乗っていけと、はいはいはい、でブラジル人の車に乗って、うん、そのまま車乗ってそのまま真っ直ぐ行ったんですね、うん、でもおいスギちゃん大丈夫かってなったんですけど、とはいえ一応まあ行く先は一緒だろうと思ったので、うん、まあそのまま、うん、でスギちゃんの乗ったブラジルの車は僕らより一個前にいたので、うん、まあ場所も把握できるし、うんうん、まあ、スギちゃんがそのブラジル人スギちゃんブラジル人の間に挟まれてあの後部座席の頭が見えるんで見えるんで大丈夫だなと思ってそのまま進んでったら、そのブラジル人なぜか次の信号で右折したんですよあれあれと、おいスギちゃん右折したぞと、うん、まあもしかして、うん、そのトヨタスタジアムまでの、うん、まあ、あの近道を知ってて行ったのかなと、で最悪俺は今は一旦はぐれるけど、はいはい、携帯鳴らしゃいいわと思って、うん、まあとりあえず行く場所は一緒だと思って行ったんですね、うん、でトヨタスタジアムの近く着いて、うん、駐車場を止めて、うん、じゃあ全員出たら、うん、大変なことに気づいたんだよ。スギちゃん、うん、携帯と財布置いてってたんですね、うん、車の中にこれはまずいとなって、うんうん、でももう探しようないじゃないですか、うん、だからとりあえずトヨタスタジアムの前まで行って、うん、しばらくそこで待ってました、うん、玄関で、うん、で我々グランパスも好きだったんで、うん、あのピクシーゲートって言って10番ゲートが基本的にメインのグランパス見に行くと10番ゲートに行ったんで、まあそこに待ってたんですけれども、うん、まあ来ないですよねでじゃああと試合開始1時間前ってなって、はいはい、まあ席取っとかんとまずいよね、うんうんうん、でまあ一回入ろうかと、うん、で入りますよね、うん、でなんとか席いい席泊まれました、うん、でそっから一応そこに女の子何人かそこに置いて、うんうん、他のやつは探しに行ったんですよ、はいはいはい、いないと、うん、30分前になりました、はい、ビール飲みたいよねビール買ってきまして、はいはいはい、飲んじゃったらもう終わりですよ。もうそのぐらいからもうずっと日本コールがもうまた、はい、スギちゃんのそれとは全然違う、もう大合唱のトヨタスタジアムの中でのもうみんなが盛り上がる日本コール、はいはい、であともう練習風景とかも流れちゃってますんで、はい、もうそこでわーって盛り上がっちゃってスギちゃんのこと忘れちゃいましたで、まあ、スギちゃんどっかで見てるだろうっつって、でまあ俺らも見て、でその歴史的な勝利に立ち会って、うん、よかったねって言って、でいよいよスギちゃんどうするんだって帰りになったんですけど、まあさすがに僕らも30分1時間探したんですけど、テンションも上がってたし、うん、もうしょうがないもんで、ね、帰りました正直帰りました、はい、帰っちゃってスギちゃんはもう分からずじまいだったんですけどまあ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 ちょっとしょうがないねっていうことで、はいはい、もうあのどっかでなんとかなってんじゃねえかみたいな感じで正直ごめんなさい、これだけはもう本当にで帰もうほといて帰ったんですよね、はい、で家に着いたら、うん、みんなその当時そのサークル仲間だけで掲示板を持っていて、うん、BBS ってやつですよね、はいはいはい、であれにまあ楽しかったねみたいな感じで書き込んだりするもんで、みんな家帰ったらそれを覗くんですよね、うん、そしたら、うん、スギちゃんから書き込みがあったんですよでその中に、うん、そのブラジル人と、うん、まあ別れてというか、うん、ブラジル人の車に乗ってからの内容が鮮明に記されてたんですけれども、うん、まあスギちゃん右に曲がったじゃないですか車、うんうん、したらまあその曲がって渋滞から回避された瞬間にブラジル人も我に返ったみたいで、うん、なんかお前なんだよみたいな空気を出されてしまってやばいと、うん、でも僕ここで降りますって言って、はい、降りて、うん、で 3,40 分かけてトヨタスタジアムに行ったんですって、うんうんうん、で残り1時間前ぐらいらしいんですけど、うん、
僕らのこと一生懸命探したんですけど、うん、もういないと諦めて、で杉ちゃんもう諦めて帰ろうとしたんですけど、うん、財布がないことに気づいて、うん、交番に行ったんですって、うん、で交番に行ってすいませんここ交流でもう帰るんで、うん、電車賃貸してくださいって言ったら、うん、そうかって言って警察官もあまりの不憫なさにここで見てくかなんて言われながらでもそれでもいいですっつって行って、まあ、乗って、うんまあ、お金もらって帰ったんですね、うん、で帰ってまあまあ反対側のホームではもう今から張り切って見るぞっていう電車に、はいはい、電車に乗ってあのスタジアムに向かっていく青いみんなユニフォーム着た中、はい、反対側ほとんど誰もいないんですよねおじいちゃんおばあちゃんがポツポツっとおる中で柳沢の13本を背負った自分は一人ずっと携帯もなくお金もない状態で下を向きながら家に帰ったらしいです。で家に帰ってちょうど9時過ぎだったらしいんで、うん、7時キックオフでちょうど9時に、はいはい、過ぎに、うん、9時10分ぐらいに家にガチャただいまって、うん、ちょっと元気なく言ったんですけど、うん、お母さんが、うん、おかえりあなた早かったねって最後言われて、うん、家にその何も言わずに部屋に戻って泣き崩れてその掲示板を書いたと踏んだり蹴ったりなんですよ。拉致されたそう。いやでもよくよく考えるとブラジル人の車に乗り込んだスギちゃんが悪いんで、うん、もうしょうがないんですよ。で車財布なり携帯を持っていればこんなことにもならなかった、うん、まあ自業自得が生んだ、うん、まあ話だと、はい、いうことなんですけれども、まあこの話はまあ我々も年一回そのまあみんなそれぞれのところで今働いてますから、うん、まあ、年に1回うちで集まるんですけど、うん、毎年この話で盛り上がりますと。今も交流があるんですね。ありますね、はい、まあ、鉄板ネタというところでございました。第1回目のボナセーラ古川のヒットトークレビューいかがだったでしょうか。ちょっと長かったと思いますがこれはご容赦ください。これからまあ回を追うごとにブラッシュアップしてもっといいトークをお届けできるように頑張りたいと思います。今日はここまでボナセーラ。